戦エリア内に UNSA がいる。奴らに思い知らせてやれ。再生ありがとうございます。おめペンでございます。 COD IW 実況チームデスマッチ、今回はこの宇宙ステーションホーネットデュアル、ライフルバレル拡張マガジンホローポイントという、もう武器ガンブリのデュアル武器でいきたいと思います。まあ、ホーネットデュアルですから、いわゆるこれまででいう、モダン3の G18 ですね。モダン3で私が相武器で使ってた、それのデュアル版をねついに使うことになりました。あの頃ほどは強くない、正直。でも楽しい。やっぱりこのガシャガシャ感、もっとガシャガシャ感があってもよかった。ちょっと音かっこよくなってる。違うんだ。上にね、今ね爆弾があったから、ちょっとあの道は気をつけましょうね。おーっと、よかった、この武器で。わお、何、下手なショットガンだったら多分私死んでましたよ。さすがにあの距離で2人はちょっとあれでした。いない、倒せ倒せ、いいぞ、ナイス、ないないナイス。うんうん、失敗しましたね。ああ、爆弾狙われてる。はいはい、助かる。待て、足が速い、諦め。遠距離で倒せないですから、少しの間止まってくれないと倒せないね、今のはね。チラッ、あ、逃げます。この距離で戦えない、逃げます。どっから来てるかわからない、追ってきてます。ごめん味方、分かってたんだけど今のはちょっとね倒せなかったね。距離があれですね。いや、でも後ろにいます。あ、またあなたか。いや、しっかりしてるね、もうしっかり。あー、危ねえ。ホローポイントつけてるので、ホローポイント、ヘッドショットがね、ヘッドショット当たった時のダメージがまあ普段より高いみたいな感じのものをつけている。待つんだ。でもそもそもね、もう上半身なんとなく狙うぐらいのふわっとした感じしか打ってないので、僕はもう気持ちで戦っていきます。こんな、あー、ショットガンでよかった、敵が。いや、ショットガンでよかったのか今。敵だ、あ、やばダメダメ。うーん、完全に気が動転しましたね。後ろでねゆっくりしてるのもいるからね、このマップはね2種類いますからね。走り回ってるやつか、なんかあんな、あそこなんかあるぞ、タレットかなんかあんのか。うい、あー、タレットあんね。なんだ、何タレットってなる。あ、この走ってるタイプの人たちと戦っていきたい。そうすれば私はなるべく負けないね、そういう戦い。いる、ここにいる。いやー、倒せない。あー、またあなた、またこのローで有名かだってのか分かりませんけども、といったところで遠距離戦える不思議ドラゴン来ましたよ。不思議ドラゴン、やっぱね、ミッションチームの指令でね、使え使え言われ続けて、こんだけ使ってたらもう好きになりますよね。危なかったら味方は、あー、私は死ぬ。なのでね、もう一番好きなペロードになったかもしれません、この特殊武器ね。なので使っていきましょう。喋ってる人もいるんですね、声があまり。危な、ダメダメ、無理無理、ダメダメ。いやー、ノースチールドラゴン、ノースチールドラゴンでしたよ。悲しみ。むしろ G18 ならあの距離勝てたっていうね、勝てたんじゃないかっていうね。まあそうだよね。まあそうだよね。出た瞬間だもんね、そりゃそうだわ。しゃなし、しゃなし、こっちじゃない、こっち。そんな気がするね。で、今回実弾武器で15キルもね同時に進められているので、素晴らしいことになってますよ。速い、足が速い。待て待て、止まったな、足を止めたな。そこで進化を止めるんだ、足を止めるな。よっしゃ、弾が角間がのけでとてもたくさんあるよ。どうなっている、地下かな、このルートか。もうカウンター UAV で本当にもうどこにいるか全然わからないな。いない、仲間だわ。こっちか、
ありがとう、時間が経ってくれた。やばい、知ってる、誰か知ってる、あのローでしょ、知ってるよ。そちらの近くに脅威を感じ、やめてよ、ビビるから。でここ出るとね、いるんですよね。いない、パレットが遠すぎて多分当たってないだけですね。ドローンパッケージレディ、背中はガラキですよ。あ、 UV がどうしたもんか。あ、いるわ。ちょっと攻める、あれがんだよ、あれがんだよ。あー、ちょっと待って、ちょっと待って、それはダメ。追ってくるか、追ってくるか。ほい、相手が悪い、これは相手が悪いと言わせろ。いない、そしてさすがに弾がなくなってしまった。というわけでバルチャー、お、ショットガンいいね。よいしょ、サブはなんだっけなって思ったけど、サブはこれでしたね。やるじゃないか、ショットガン対決でした。やられましたね。どうどう、あのタレット壊せたみたいね。はいはい、いるね、大丈夫だね。心配になる、待ちの速度。いけ、やれやれやれ、オーダー。いや、アシスト大丈夫、アシストでいい。そしてドローンパッケージ、ここはあの仲間がなんとかしてくれると信じている。ここに来たら倒す、ここに来たら倒すよ。 あれはすまない、すまない、オーデン。あー、仲間めっちゃやられてる、あそこも仲間めっちゃやられとる。学生危ない、オーデンもう行ってしまえ、戦える距離でいた。今敵でしょう、仲間でした。シチュードラゴン来ました、リベンジの時間です。ほっ、リベンジ、しかもリベンジ、どこだ、どこにおる。いやダメだダメだ、シチュードラゴン調子が悪いぞ。 G18 にホーネットに場所取られてるぞ、大丈夫か。いや、ナイス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 、私ナイス、私私しブシャー、お、すごい、どこ見ている、この弾の散らばりよ。よっしゃ、イエイ、ブイブイ、いや見せたね。見せましたよ、この弾の散らばりよからの、危ない、リロキャンからのからのリロキャンで V。 というわけで左側だね。さあ来い、キョロ銃ドン、はい、キョロキョロ。というわけで、29-12です。だいぶ暴れたね。ちょっと待って、あ、なんか挑発戦士、戦士、29-12ですの3アシストでございました。結構ね、やっぱね、ウォーデンもね活躍してましてくれましたね。ちょっとスチールドラゴンはちょっとあれでしたけれども、調子良かったんじゃないかな。ホーネットデュアルぜひ使ってみてね。ご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をして他の動画も見てみてくださいね。高評価コメントとお待ちしております。